大間から戻った今井さんの最後の目的は八千代丸のマグロを食べてみること。思わず背筋がシャンとなる。もう私はごちゃごちゃいません大将にお任せさせていただきます。かしこまりました。すいません。和やかな中にも漂う緊張感。あの大将は八千代丸の漁師さんという方はご存知ですか？ええ、よく八千代丸のマグロは使わせてもらってます。マグロ屋さん通じてよく。お築地の有名な方。そうですね。あ、これがもしかしたら。そうです。ちょうど今日で2週間ほど寝かしてありますけど。ここ2、3日がピークですね。もう2、3日過ぎちゃってもダメ。もうダメですね。これぐらい色変わって、まあ旨味が強い分色がもう変わるのが早いんですけどね。沢田では取れたてのマグロは使わない。惜しげもなく周りを取り去り、残ったほんのわずかな部分だけを握る。あえて2週間も熟成させることでマグロの味を最大限に引き出す。まずは中トロ。こうトロの美味しさが続きますね。そうですね。噛んでて味が出てくる。そう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 です。初めて食べました。それ求めるためにこうやって熟成させてるんですね。何ですかそれは。ちょっとねこうやって、まあ、一つこういう変化球も。真っ赤に起こった備長炭を大トロの上にかざすと、パチパチというはぜる音とともにゆっくりと油が溶け出してきた。えも言われぬふくゆくとした香りの中には津軽海峡のあの潮の匂いも混ざっている。天才沢田が自慢の一品、大トロの炙り。うわ、どうぞ。本当に全然脂っぽくないですね。そうですね。なんか味はあるんですよね。はい、はい、マグロがいいですから、こういう風になるだけで。芸術です。もう何度も言いますけど、ダメなマグロでやっても余計ダメですから。マグロじゃないみたいですね、ある意味でね。僕らが食べてるよく大トロとか中トロってあるじゃないですか。はい、全く違うもんみたいなぐらいに、もちろん美味しいです。これは津軽海峡が作った油ですから。そうですよね。それを命かけて小舟で釣りに行って釣り上げて一緒にしたら失礼です。ふるさとはと問われれば大間の荒海、これぞ究極の輝きよう。